あ、クリシャンです。大久保です。今日なんですけれども、たまにずっと練習していて、自分が、求めてるスタイル、自分のボクシングのスタイル、はい、練習しすぎて、今日調子うまくいかねえな、はい、っていう時の対策法、今日うまくいかねえな、今日調子悪いなっていう時、最近調子悪いなっていう時の対策法、ちょっとうまくいかねえなと思ったら帰る家に帰る。でも俺家に帰る、家に帰る。そっちの帰るもうスパーでもそうなんですけど、俺経験上スパーでもそうなんですけど、あんまりもうまくいかない、はい、っていう時はまるっきり方法を変えるっすね。もうノーガードにしたり。なるほどなるほど。もういつもはこうやって構えてしっかりガード開けてるけれども、うん、もううまくいかないともう全然ダメだっていうとこもガード下げて、うん、ノーガードでショルダーブロックしたり、はい、LG ガードでいつもは全くやらない方法で LG ガードや、はい、もうステップ変えてロマチェンコの真似したりとか、はい、いろいろするってことですね。いろいろもうこれってなんだろうな、頭の多分リセットなんですよね。あ、確かに。すっごく追求するんですよね。自分もそうですし、クリスさんもやっぱり毎日毎日ノートに練習書いたり食べるもの書いたりっていうか、もう追求するだけ追求するんで、その練習の時もめちゃくちゃ追求するじゃないですか。これができない、でもずっと自分と話しても分かんない、じゃあ他のトレーナー選手に聞いてもってなっても、本当に詰まった時ってもう思考が多分詰って停止してるんですよね。正直多分考えてるようでもう思考停止しちゃってるんで、だからこそちょっと動きで体でも違う動きするとリセットしてしまうできるんですよね。そうですね。だからそういうのって大事だと思うんですよね。でもそこにはクリスさんみたいに追求して追求して追求しないとダメなんですよね。ちょっと追求してダメだったからって変えたらダメなんですね。もしかしたらもう見えるかもしれない、はい、本当にクリスさんみたいに追求して追求して追求してそれでもダメ、本当に考えても考えてもダメ、もう思考がもう多分停止している状態の時には一回そうやってリセットして、オーソドックス右利きなんですけどサウスポーを左にしたりとかすると何ですかね、頭も動いてくるんですよね、はいはい、で結構それで調子良くなって、まあ自分がそうやってあこっちにして例えばサウスポーにしたし、はい、今調子いいなって、はい、でももう調子悪くなるまでずっとサウスポーです。うーん、はい。このスタイル、いろんな選手のスタイルを真似てやってるんですけれども、はい、ずっと選手宣言まるまる1ヶ月、いやずっとですね、ほとんどずっとこの選手の真似をしてて調子いいなって言ったら掴んでて、はい、いろいろ掴んできたら最近になって調子悪いな、はい、って言ってちょっとあ昔真似してた選手の、ま、ちょっと戻してみよう、はい、でやってみたら力が抜けて、はい、トレーナーにもパンチ切れてるって言われて、はい、あ今これが調子いいなって言って今それやってまして、で自分の頭の中で前は、はい、例えば、スーパーチャンピオンの真似をする、はい、なぜかっていうと自分の頭の中でスーパーチャンピオンになれた技術、その人を真似することで、はい、それが世界を取った技術だからこそ真似するっていう感じで、はい、そうすればそのスタイルは間違いない、はい、まあ簡単に真似できることじゃないんですけども、はい、でその真似をするので、はい、でその中でもスーパーチャンピオンでも何人かいるんですよね、自分が気に入ってる、はい、チャンピオン、はい、でこのチャンピオンを真似しました、はい、調子悪くなって、でこのチャンピオン、あこれがやっぱ一番いいなって言って、はい、こうずっとやってって、でこれがやっぱまた調子悪くなります、はい、でちょっと試しにこっちのスーパーチャンピオンの真似を戻ってみよう、はい、スタイルってやるとまたハマるんですよ、はい、おーってわーってなって、あいいじゃんって、かといってこのスタイルまた戻そうと思います、はい、あくまでもこっちのスタイルがいいんで、はい、そのための体作りをしてるんで、はい、こっちに戻すんですけど、一旦こっちに戻します、はい、で、まあ基本的にその完璧に真似ようとして、はい、完璧に完コピーすることはまず不可能だと思ってるので、はい、ただそれをやることによって自分の持ってるモチベーション、はい、ポテンシャルとそれと組み合わせて、はい、自分の新しいスタイルができる。そうですね。その新しいスタイルを作って世界を狙うって私は思ってるんですよね。ですね。なのでもううまくいかねえって、もう徹底的にそこを追求するよりも一回一回ひねって変えてでやって、はい、でそれって調子のいい感じでやっぱ脳が気持ちいい時こそが一番、はい、伸びますよね。伸びるんで、はい、
もう苦痛のまんまやるよりも、はい、いい感じに調子いいなっていう時にも追求していった方が、はい、私はいいように感じますね、はい、やっぱ進歩も全然そうですね、やっぱり前と違う、本当にその人によって選手の一人一人によって違いますので、はい、そうやってやっぱりあの切り替えて切り替えて、まっすぐだけじゃなくてゴールは、まあ、みんな一緒ですけど、はい、どういくかはそうですね、はい、その選手その選手100人いたら100通りなので、はい、うん、ですね、いろんなことを試した方がいいと思いますね、いろんなことです、若いうちにもうやりだしたうちにいろんなことを試してやった方がいいと思います、もういつものスタイル調子悪いなって、スパーリングでも最近調子悪いな、このラウンド調子悪いな、4ラウンドやる中2ラウンド目もう厳しいな、おかしいなって思ったらもう3ラウンド目でも違うスタイルも、うん、はい、思いっきり練習なんでいろいろ試しちゃってください、はい、いろいろ試して、うん、楽しんで、でもし試してなくて、あ、どうすればいいと思ったら基本に立ち戻って、スパーだったらジャブワンツー、それだけでいいです。一回あれなんですよ、それこそ壁にぶつかった時、はい、基本に戻ればいいじゃん、はい、で応援してくれてる方から言われたんですけれども、はい、俺基本教わったことないんですよ。おお、地方にいる、なるほど、だって、ね、はい、ジムに入るじゃないですか、はい、基本をまるまるしっかりと教わってないんで、なるほど、そこでふっと思ったんですよ、はい、長年10年以上のボクシングやって、はい、基本って一体何なんだろう、はい、じゃあまず脇絞る、はい、顎の位置に、はい、決める、はい、で打つと戻す、はい、これが本当に基本なのかってふっと思ったんですよ、はい、逆にこう手を上に上げてダラーンと伸ばしたとこが自分のベストポジション、はい、これは脇絞ってないです、はい、だけどこれがベストポジション、確かにこっちの方が打ちやすい、はい、戻しやすい、はい、これが基本なのか、それとも脇絞らなきゃ、絞るように打つのが基本なのか、はい、うん、基本って決まってるのかどうかっていう疑問に思った時やったですね。そこは難しいところですね。じゃありますよね。例えば空手の場合、はい、空手の場合型があります。型あります、はい、で型っていうのは決まってます、はい、もうしっかりこう脇絞って、はい、腰入れて、はい、打つ時も腰から入れて脇を絞ってすりながらパーンと決める、はい、これもう分かず決まったことなんで、はい、もう基本、はい、だからボクシングの場合はまあ脇絞って打つっていう人もいればダランとして打つっていう、はい、もういろいろありますよね。あります。 L 字ガードの人もいますし、基本あの脇絞るというよりがっちりも頭の上でガードしてる人もいますしね、はい、なんで型っていうのがないからこそ、うん、自分の型を追求してそれで結果に結びついてくればそれがだと思うんですよね。いろいろあります、はい、なんで顎を引いて構える、はい、小銭にするっていうのもあれば、はい、顎を引いて胸を張って、はい、打つ、はい、もういろいろあるんですね。縮まったり、はい、胸を張って打ったり、いろいろまたその人の本当に体、そうリーチだ、いろんなあれで違ってきますよね、はい、はい、なのでそこは一概にこの基本が全部に当てはまるかって言ったらそれもまあ難しいところですよね、はい、まあ、それこそナジームハメド選手っていう、はい、あのトリッキーな、はい、まあ、あれはもう完璧、基本ができるからこそあれができるんですけど、ね、はい、まあ、基本というか、まあ、普通のオーソドックスなボクシングができるからこそも、はい、外してそうなんですよ、バランスもいいし、はい、まあ、もちろん最初から LG ガードできる人はしないと思いますし、うん、そうですね、はい、本当に、まあ、基本というか、はい、そのスタイル、まあ、基本、まあ、基本というより最初のベースっていうんです、ベース、まあ、ですね、普通に打って戻す、はい、打って戻す、打って戻す、このベース、はい、基本というよりですかね。ちょっと説明しにくいかと。そうですね、それができた上での、まあ、自分のスタイルを、はい、あの作り上げていくといいと思います。はい、ですね、うん、奥が深いです。奥深い、本当に何だろう、ね、この2つの手だけなんですけど。そうなんですよ、2つの手だけなんです、だけなんですけども、いろんなことね、フェイントでも目だったり足だったり手だったりも、ね、金野選手とかうまいですよね、めちゃくちゃうまいですよね、尊敬してます、ね、うん、本当にあのそんなスーパーミドル、ミドルとかの身長じゃないのに、そうです、ね、大きい人たちに立ち向かって倒していって、はい、
見れば見るほどすごいなって思いますね。はい、そう、噂とフレンドリーですし。そうですね。そうですね。すごいですね。やっぱスーパーチャンピオンですね。そうですね。あのクリスさんもあれなんですけど、結構アルバレス選手、はい、音楽がすごい好きで、なんか踊ってるそうですね。踊ってるらしいですね。ちょっとミッドの終わって間とか音楽で踊ってるそうで。はい、結論、あまりにも自分のスタイルがうまくいかなかったとき、コロッと変える。そうですね。180度変えてみて。うまくいかなかったら、コロッとスパーリングもうまくいかなければ、いつもとは違うスタイルで。やってる見るのも手です。いや本当そうですね。中の鍵になると思います。はい、ずっと考え尽くした時ってもう頭思考止まってるんで、変えてみること大事だと思います。おすすめします。はい、はい、OK です。それではまた次回お願いします。おっす。